皆様こんにちは。今日はタフなスマホブラックビューオスカル S60 プロとタフな男を作るネイチャーカンフィットネスのプロテインとアミノ酸のご紹介です。船長はトレーニング中なので、まずはスマートフォンからです。最初になぜこの案件を受けたのかというところからお伝えしたいのですが、もともとタフネススマホが好きで歴代トルクを愛用していました。なのでこちらのスマホも気になったんですが、購入先が海外サイトで皆様にご紹介するには怪しいのではと思い調べてみました。サイトの名前はアリエクスプレスで、2010年に開設された国際的な消費者に向けたオンラインマーケットプレイスサイト。中国のアリババグループにより運営されており、世界で最も携帯用ショッピングアプリがダウンロードされているサイトの一つ。中国の通販サイトのアリババはとても有名で、そのグループであれば安心感があります。発送は中国からで1週間ほどで届きました。実際にショッピングサイトを確認してみましょう。日本語で書かれてあるので問題なく商品のチェックができます。一番気になったのが赤外線のナイトビジョンカメラが搭載されているところです。この機能とても気になるので、後ほど暗視カメラを使って撮影してみようと思います。そして実際に届いた商品がこちらです。いつものスマホより重い、ごつい、この武骨な感じがかっこいいです。これぞタフネススマホ。カラー展開は3色です。起動させてみます。私は Android 派なんですが、いつものスマホと変わりなく使えます。スペックを見てみましょう。解像度は低めですが、その代わりバッテリー持ちがいいですね。容量の大きいゲームをしたり映画を見るとなると少しストレスを感じるかもしれませんが、お値段が安くて衝撃に強くて、汚れても丸洗いして、なんならそのまま水中写真まで撮れちゃうこちらのスマートフォンはとても良い商品だと思います。現場などのお仕事をされている方にもこの頑丈なスマホは扱いやすいと思います。またツーリングなどでバイクにスマートフォンをセッティングしてナビとして使用される方も、メインのスマホは躊躇するけど衝撃に強いこのスマホはガシガシ使っていただけると思います。それと昔の携帯電話には必ずと言っていいほどあったストラップホール、今はほとんど見かけませんが、このスマートフォンにはあります。私たちのように釣りをされる方は首からかけておけば落とすこともないですし、万が一落水した場合でも防水機能があるので、すぐに海上保安庁に助けを呼ぶこともできますね。暗視カメラの機能を使って我が家の野生を忘れた猫を撮影してみました。真っ暗な部屋ですが、毛並みまでわかるほどしっかりと撮れています。動画も静止画もどちらも撮影可能です。他の使い方として、例えば夜の山でカブトムシやクワガタを撮影するとき、懐中電灯の光を当てず暗視カメラで撮影してみるのも楽しいと思います。いろいろと使い方がありそうですね。一つ注意点としては、充電ケーブルが海外のもので日本では使えず、またタイプ C ではなくマイクロ USB になっています。人と被らないタフネススマホブラックビューオスカル S60 プロ、気になる方は概要欄からチェックしてみてください。それでは次、ネイチャーカンフィットネスのプロテインとアミノ酸に行ってみましょう。今回僕が選んだネイチャーカンフィットネス感ネイチャーカンフィットネスからネイチャーカンフィットネス、商品はこちら、プロテイン2種類とアミノ酸。今まではこのビーレジェンドのプロテインを飲んでました。嫁は牛乳に溶かして飲んだらシェイクみたいに美味しいって言いますけど、
僕は牛乳が嫌いで飲むのをやめました。水に溶かすと粉残りがあってちょっと飲みにくかったです。ちょっと甘いです。ねえちゃーたんのトロピカル味を試してみましょう。じゃあまずこれね、もうこのトロピカル味とベリー味、お昼にいつもこれをご飯の代わりにしてますんで、もう本当はもう飲んだことあるんですけど、ネイチャー感のプロテインは酸味が強いので、酸味が強いので飲みやすいです。水でもまあ 200cc ぐらい。粉残りもないし、すごい飲みやすいです。ジュース、ほんまミックスジュースみたいな味です。プロテインが苦手な人も絶対飲める。牛乳が嫌いな人も飲める。じゃあいただきます。うん、ミックスジュース。粉残りしないので洗うのも簡単ですよ。でこちらも行ってみましょうかね。アミノ酸レモンアイスティー味、こちらちょっと初体験なんでね、ちょっと行ってみたいです。イギリスのプロテイン、なんかすごいカレーみたいな匂いする。 500ml の水に 2スクープ、じゃあワンスプーンを200ぐらいで飲んでみよう。入れます。入れてみましょう。これ捨ててこうってバレてない？大丈夫？なんかうん、うん、まっまこれマジでうまい。レモンアイスティーじゃん、これマジですげえ。レモンアイスティー味、レモンアイスティーです、ほんまに。うん、まゴゴティーじゃん私。ゴゴティーのレモンティー、あ、そうのちょっと酸っぱいバージョン。粉っぽい感じこれなし、全くない。うまこれ、天才的にうまい、これマジで。これも、これも今まで飲んだプロテインの中で上品な味がする。このフレーバーが天然だと。だってほんまになんか化学的な味が全くせんけど、めっちゃうまい。まあもう筋肉もすごい、もうすごいでしょこれ。ほらわかるかなこれ、俺の筋肉を喋るのが。これとこれの違いはまあ甘、こっち甘いって言ったけど、やっぱりカロリーがこっちはちょっと高いんで、これ1食分85カロリー。こっちは115カロリー。こっちは甘い系。ナチュラル系がいい人は絶対こっちがおすすめですね。いや、こっちも飲みやすいよ。でもさらに飲みやすい。で、こっちを試してる人はこっちを試してみて。初めてプロテイン飲む人も、今も飲んでる人も飲んでみてください。絶対おすすめの味です。飽きんし、これだったら。飲みやすさと成分バッチリです。ちなみにネイチャーカンフィットネスは有名なマイプロテインの元 CEO の方が設立されたそうです。サイトはこんな感じです。日本向けに作られてあるのでとても見やすいですね。商品をご注文いただくとイギリスからの発送になるので、到着は8日から15営業日ほどかかります。他にも高品質で安全なフィットネス製品がたくさんありますので、気になる方は概要欄からチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。ご視聴いただきありがとうございます。動画を見てクスッとしたらチャンネル登録よろしくお願いします。次の動画はこちらです。
こちらもあるよ。